国道32号、国道32号、国道32号は、香川県高松市から、高知県高知市へ至る、一般国道である。高松市の中心町交差点から、高知市の県庁前交差点にかけて、四国の中東部を斜めに横切るように南北に横断する、都市間幹線道路で、高知県を通る、一般国道の中では最も若い番号を持つ、路線である。 総延長約1 4 1トル実延長約1 3 7トルあり、高松市の起点、中心町交差点から国道11号分岐、峰山口交差点間の3 8トル区間は国道11号と道路を徴用する。路線全線が国土交通大臣が維持管理を行う指定区間に指定されている。起点。 香川県高松市側からの主な通過地は、綾や田郡綾川町、丸亀市綾や田町、中田戸郡万能町、水戸市最多町、徳島県三好市、高知県長岡郡大豊町、上市戸佐山田町重げ南国市である。奇襲点がある、両端部は平地を走るが、国の名称に指定されている大ぼけ、小ぼけが沿線にあるように、四国山地の険しい地形の場所を通過しており、 旧一級国道の路線としては、最も走りづらい部類に入る。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。1885年、明治18年の内務省国時代6号、では、国道32号、東京より、高知県に達しする路線源1号、2号経由、岡山で分岐ししもつい丸亀は、航路として指定された。 丸亀で松山へ向かう31号、高松へ向かう50号と分岐していた。1920年、大正9年4月内務省国時代28号施行の旧道路法に基づく路線認定では、四国に達する国道は、下津井丸亀航路経由から、宇航航路、宇野高松経由に変更された。それに伴い、旧32号は高松を経由して、 高松流川村、現、全通寺市は、現在の香川県道33号高松、全通寺線のルートを取り、流線から南進する国道23号を、東京市より、高知県庁所在地に達しする路線とって、流線で、松山前の24号が分岐する形となった。1952年、昭和27年12月4日、新道路法に基づく路線指定で、 一級国道32号、香川県高松市高知県高知市として指定された、旧24号にあたる国道11号松山方面とは継続して、流線村で分岐するようになっていた。1965年4月1日に道路法改正によって一級、二級の階級別がなくなり一般国道32号となった。 1970年、昭和45年4月1日に、高松市琴平町の経路が、琴伝琴平線沿いの琴平街道に変更され、同時に、旧道の全通寺市、旧、竜泉村、琴平町は、国道319号に変更された。現在は、そのルートも、円座バイパスや両南、あやうた、万能バイパスの開通によりほとんどが、県道に変更され、 琴平町も町域外を迂回する形となっている。また、2015年には、香川県内すべての旧道の区間が、国道32号の指定を外れ、立久間駅前後など、丸亀市道を除く旧道の区間が、香川県道282号高松琴平線の単独区間となった。原道拡幅区間及び立久間駅前後のバイパス区間のみ重複。32号は、 急州な山間部を通行することより土砂災害を受けている。主なものを記載する。国道32号は高松市の中心町交差点が起点である。ここから峰山口交差点までは国道11号との重複区間であり、案内標識に国道32号の表記はない。11号との重複区間は高松市のメインストリートである高松中央通りや 上天神町交差点を通過しているため、交通量が非常に多い。峰山口交差点で11号と分かれた後も、中田野郡万能町までは、円座バイパス、両南、綾や万能バイパスとして4車線整備されており、佐抜平野を通る平坦な道が続く。万能町の海田東交差点で4車線区間が終わると、ここから、徳島県三好市までは南進して、 佐野吉山宮を横断し、香川県三豊市と徳島県三吉市の県境にある、井の花峠の井の花水道付近から、三吉市池田周津の鳴門池田線との交差点までの、区間は上って下っての非常に急カーブが多い道路になる。三吉市池田町周津から井川池田インターチェンジまでの、区間は吉野川北岸を精神し、四国中央橋で吉野川を渡る。 南岸の以下は池田インターチェンジ前交差点で国道192号と合流。そこから再び精神し、三吉市池田町外の北側を通過する。192号との重複区間の案内標識は32号と192号の両方が併記されている。池田大橋で池田ダム湖を渡り、その西詰めで192号と分かれてから高知県。 南国島までは四国山地を横断し、三好市池田町四寺から高知県上市と狭山田町、重島までは JR 土産線同様、吉野川や支流の穴内川をように通る。この区間の三好市には大ボケ、小ボケがあり、大宝町には日本一の大杉とされる杉の大杉や国宝のブラクジ薬師堂がある。一方でこの区間は四国有数のタウ。 地滑り、落石地帯であり、交通規制が行われることがある。上市と佐山田町重島から南国市領石までの間は再びカーブが多くなり、特に南国市山間部の根引き峠は急カーブが非常に多い。根引き峠を過ぎると、高知平野に入り、ここからは四車線道路になる。南国市街を西にそれながら、高知市に入る。国道32号を、 高知市街に進めていくと、高知市の針間や交差点を直進し、県庁前交差点で終点だが、針間や交差点を右折して、土産線高知駅までの区間も、国道32号である。その針間や交差点を右折して、すぐ渡る橋が、針間や橋である。トンネル、ロックシェット・橋梁、道の駅、1966年。 昭和43年12月に異常気象時における事前通行規制区間が定められた。2009年度、平成21年度現在は下記の通り。交通規制を参照。右の表示を押す。香川県、徳島県、高知県、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。